平本連血液検査で大事になる可能性も、圧力によって消された二人の投稿の衝撃の真実に、一同驚愕。えー、どうも、世の中のこ介です。えー、ちょっと平本連関係でね、また大変なことが入ってまいりましたので、ちょっと速報で今、動画、えー、回してるんですけれども、昨日、ライジンの記者会見で、 現代アメリカに送っって発表来週までで待つとということだったんですけれどもちょっと、ことはね、そういう悠長なこと言ってられない状況になってきてるかもしれなくてですね、まあ、もっと大変なことになる、もう、ひいてはね、警察に行って大事になってくるっていう可能性も出てきてるんで、見ていきたいと思うんですけれども、こちら、音声の、まあ、信憑性が怪しいということで、えー、まあ、AI だって、 っていうのと、本物だっていう人の割合が、半々ぐらいかな。嘘だっていう人が多いと思うんですけれども、まあ、復活の日本さんがこちらの現場を出して、えー、まあこれで提出して調べろと、まあ、本物を出してくれたと。中にはこの音声は本物だけど、要は、やっちゃいけないものをやった証拠にはならない人っていうのもあるんですけど、その後、大変なことが平本が要は、捕されて、岸はこの迫るっていうことを、復活の日本さんが言ってる。まあ、僕が言ってるわけじゃないですよ。復活の日本さんが言ってるんですけれども、こちら。え雷、ー、神は、 あステモトレーンに帰国してもらったら血液検査をするとで。シンプルにこれで終わりでいいだろう。何より朝倉みぐるが一番スッキリするんじゃないかな。ステモト尿検査と血液検査全くレベルが違うぜと。タイでやってるケミカルも検出されるから専門機関出したらライジンじゃなくて警察行きになるかなと。しかつ、日本さんはおそらく平本があタイで、まあ、そういうやっちゃいけないものもやってるっていう情報を掴んで帰ってきて血液検査したら、えー、警察行きになる。逮捕の可能性も出てくると。 いうことを言って。 普通に考えたらこれ名誉毀損っていうかこ、これが全く本当に嘘の情報でシンプルに平本の評価を下げたいんだったら、本当に名誉毀損レベルになるんですけど、これ多分何か持ってるんじゃないかな、じゃないとこんなリスクのあること言わないと思うんですよね。別にそう訴えられるリスクしかないですから、これはね。えー、平本例の社会的評価を下げることによって復活の日本さんがね、何か利益を被るとは考えにくい。この音声を出した人からお金をもらってるかどうか分かんないんですけれどもね、それはね。 で、あとね、こちらね、まあ、言ったのが、ま、これも要は圧力によって消されたらしい。これも消されてるんですけれども、えー、朝倉負けてないと。もっと、細かい検査やってもらってると、もっといけないが出てる。で、その後、えー、汚い、レン、この文言、言えないやつですね。ということを言っちゃってるんですけれども、これが要は消されちゃったと。確かにやばいことを言っちゃって。 てる感じなんで、すよねねこれねであと、復活の日本さんも、第3弾、第4の音声データがあるが、とんでもない圧力がかかったから、この辺で終了するということで、復活の日本さんの第3弾、第4弾と、このクレベルに対しての何かしら圧力、大体どういった人たちがかけたかね、えーまあ、想像はつく、言わなくてもね、わ、えー、かると思うんですけれども、まあちょっとこの場合ではね、まあ、言うのは。 控えさせていいたただきたいんで,すけれどもでね、ちょっと今のこういう状況ですから、平野本連がかなりやり玉に上がって、やったんじゃねえかみたいなのがあって、で、結構そのコメント欄でもなんか僕に対して誹謗中傷は結構多くて、まあこちら平チルですけれども、こういった形で来て、結局この人謝ったんですけれども、 この人はもうすごいにたぶ、多分平本連オタク、平本連のね、熱狂的なファンだからわかるんですけど、フラストレーション溜まって、まあそんなことはないって平本連を疑う奴を叩きたい気持ちわかるんですけれども、こういういろんな状況証拠がある中で、いろんな人がいろんなことを言うんですけど、人を誹謗中傷するようなことはダメなんですよ。どんな状況においてもね。平本連っていう競争を崇めたい気持ちはわかるんですけれども、それが対名分になってないんですよ、結局ね。 だから来週には出ると思うんですけれども、こういったいろんな力も働いて、投稿が消されてるっていうのも事実なんで、私が柴田が これに対しては、なんか、フェイクだみたいなこと言ってたんですけど、そんなもんね、わかんないんですよね。AI の専門家みたいに人をコメントした時も、これはマジだって言ってる人もいるし、ということで、ちょっと、ことはもっと大変な状況になってきてる可能性もありますんで、ただ平本蓮が血液検査でされる可能性っていうのはね、僕が言ってるわけじゃなくて、この復活の日本さんが、あ言ってるということをご理解いただけて、僕は、全然そんなことはないと思いますので、ということでね、今回は、平本蓮、血液検査の可能性も、圧力によって消された二人の投稿に衝撃のし 真実に一度驚愕という動画になりました、えー、最後までご視聴いただきありがとうございました